どうも、エルカビのエルウダです。はい、どうも、テルナイスです。ということで、はい、まあ、いろいろね、こう、X なんかこう、殺伐としますけど、はい、なんか、いい話っていうのもたまにはさ、はい、これいい話だなっていうのあったんですよ。なんすか。田原総一郎さんが、はい、X で、徹子の部屋の収録に行かれたということで。おい。あ、徹子の部屋の収録に行ったのか、うん、その前の楽屋通ったのかわかんないんですけど、はいはいはい、徹子の部屋収録前の浜村淳さんに会いました。いやいやいや、大阪で収録してるんですか。わかんないですけど、大阪で収録されてる感じですか。どうぞ。リモートでは対談しましたが、はい、対面は初めてで感激しました。はいはいはい。浜村さんとは同学年なので、はい、会った瞬間玉音放送の話をしました。こういう話ができるのは嬉しいということで、はいはい、2人は90歳ということで、小学3年生とか4年生ぐらいの記憶なんですかね、はい、貴重だね。なんか、あれですね、うん、他のポストとはやっぱちょっと違うかもしれないです、ね、全然違いますよ。だって、はい、この内容なのに、その後ろに徹子の部屋浜村淳様ってあの紙貼ってますから、あの、もっと、もっと軽率なこと書くんですよ、はい、芸能人で普通、はい、もっとチャラいこと書くんですよ、はいはい、ピースとかして、もう写真、はい、ハッシュタグだけとかでいいんですよ、はいはい、あの内容が濃いんですよ、だいぶ好きあらば、はい、戦時中の話をしたらっていうことでいいですかね。それはもう間違いない。はい、はい、やっぱ我々何も言い返さないで。確かに確かに。やっぱマウント取りやすい。いやいやいや、別に別にまだ何も聞かないから。マウント取り、はいはい、ああ大丈夫ですか。それは深夜じゃないですか。それはね、はいはいはい、深夜、はい、深夜かなという感じはするんですが、はい、まあね、今日はね、ちょっとこれどっちか行こうかなと思ってるの2個あるんですよ。2個。1個はまあ、今年もペットの名前ランキングが発表されたということで、いいよそれ、いいよもう、そちらをやっていくのか、はい、まあ、よかったよかった、はい、もしくはこの前ちょっと話してましたけど、うん、24時間テレビの歴代ランナーっていうのを、はい、もう一回あとさら、もういい、1年前か何か一回やってるんですけど、いいよ、やっていくのか、まあ、どっちか行こうかなとは思ってるんですけど、はい、ペットの名前は、うん、いやいらないかな。1位だけ発表してくれればいいっすよ。じゃあ、いやでもね、これね、いや、ランキングで発表した方がいいと思うのが、うん、今回犬と猫ともに1位が同じ名前になったっていや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 、いらないっすよ。ちょっと気になるのかなっていうところはいや、いいよいいよいいよ、あるんですが、はいはい、まあ、行きましょうか。クランクインさんの、はい、ニュースサイトから行きたいと思います。わかんないんだけど、どっちだ、どっちだ、どっちがいいですか、犬と猫。いやいや、あ、そっちなんだそっちなんだ違う違う違うだろ、犬と猫の違うだろ、今なんかランナーと動物かって今なってたのに、はいはい、なんでお前は犬と猫になったんだ今。ランナーだったらなんでクランクインさんって誰だよ、それ日本でお前、ニュースサイトです、まだもう空気読んで、俺はもう、はいはい、犬と猫でしょ、俺は犬と猫でいきますか、はい、もうだって、もう何も答えてないのにそっち行きましたもん、あなた。はい、どうぞ。2001年に走ったのは健直子さんです。いや、いいよ犬っていう字が出てきたわ。いやいや、違うわ、健が今、犬っていう字になったわ、俺の中で。2000年がトミーズ、マサさんです。マサさん、はい、あ、マサさん、はい、あ、まさ99年が錦野明さん。いや、もういいよ、ざっくりやなくていいよ。そうですか、じゃあ行きたいと思います。それざっくりやなくていいよ。ペットの名前ランキング2024が発表されたということで、犬と猫どっち行きますか。これ、まあ、両方は難しいので、じゃあ猫でいいんじゃないですか。猫行きましょうか。猫でいいんじゃないですか。でもしなんかその、はい、あ、これじゃないかなってなったら途中全然挟んでもらっても構いませんので、はいはい、まずは10位ですね。2023年4月1日から2024年3月31日の、はい、新規契約のうち0歳の犬と猫についた名前を。新規契約で、はい、あれでなんか、はい、ワクチンみたいの打つ時になんか名前提出するんだろうね。あ、そういうのがなるんですかね。あるね、はいはいはい、まず10位ですね、うん、10位は、はい、ココ、カタカナで。あ、ココ、ココちゃんって、ね、あ、ココね、ココ、あ、呼びやすいね、ココいいね、ココは呼びやすいね、ね、なんかダイヤモンドがなんかですね、いや、ココ山岡の持ち逃げされそうな、ね、ココ帰ってこないみたいな。ココ山岡で笑いが取れる層が何歳までかコメント欲しいですね。そうですね、はいはい、ココ山岡のダイヤモンドね、レンタルダイヤモンドみたいなこと言ったんで、ね、志村けんさんの番組で必ずプレゼントになるのがココ山岡のダイヤモンドだった。ハワイ旅行だね、結構ね、あのカズちゃんケンちゃんご機嫌テレビは最後ビデオ投稿では優勝すると。あれも調べますか、元旦にハワイから帰ってきた芸能人にリポートしてたのが何年までだったか。ああ、なるほどね、うん、元旦関係なく、うん、ハワイに行っちゃう松本凛さんの話もしたんですね。いやいや、いいですよ
ユフィムさんと松本凛さんが、あれハワイ、あれハワイに行ってるらしいですよ。海外の海外のなんか写真すげえ上がってくるの最近。ハワイに、なぜか正月でもないけど行ってるっていうことが今ちょっと一部でホットな話題として扱われてるんで、もう令和ですから正月とは限らないんでしょうね。あ、大丈夫ね、まあ、私は一緒に3回トークライブやった遠征井上さんはハワイ出身ということで、ね、だからあんまり聞きすぎると怪しまれない。やかましや、やかましやこれ怪しまれるんだね。怪しまれないから兄さんにちょっと僕は注意を一回しとこうかなと、ハワイから、封筒を 送ろうとしたところ、まあ、ちょっと会えなくなってしまったということなんです。毛髪に混ざって何か入ってるかもしれないですね。スキンヘッドですからね。すみません、どっちの、しかも松本凛寸の毛髪いじりなのかもうちょっと分かんなくなってる俺がいるわマジでこれ怒られたら削除ですけど、一番面白いのは松本凛さんが薬で捕まったら一番笑う俺はそれは、いやいやいや、それはダメだよ。なんでそういうこと言うんだお前は。その時は俺は釈放の署名集めます。これはもう面白で許してくれと、うん、ちょっと説明しろよ。その時は驚くけど笑いもするだろうな。いや笑うと笑わないかな。いやいやいや、お世話になってる。だからそんぐらいの面白いってことよね、芸人さんとしてすでに。もう体質、もう UBM なんかお前ただリアルだから日焼けしちゃう。やめろよやめろお前、嫁さんにそういうこと言うな、はい、お前、はい、すいません、ということでございます。よし、俺はかばったからな。ありがとうございます、うん、9位、はい、ウニひらがなです。あ、猫なのにウニ、ウニちゃん、ウニちゃん、ね、なんかあれかな、うん、オレンジ色な、オレンジっぽい色の猫ちゃんなのかな。そうなのかな、ね、はい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 、よし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 、さばいたぞこれ、はいはいはい、これはもう俺動物番組狙ってるからね、はいはい、もういけますよ俺。このプリンに醤油をかけるとね、うん、ウニの味がするなんていうのが、あ、いや、もういいです、もし試してみてください皆さん、はい、ね、僕にプリンなんて言ったらね、痛風だからプリン体なんて言ったら、まあ、プリンとか出るようなやつは痛風になりましたから、プリン体のことを思い出せるようなこと言うのはもうこれはもう僕心痛めますからね。意外と 2,3 週間ですよね、まだね、痛風発覚してからね。はい、そう、2週間経ちました、ね、2週間ぐらいかまだね。はい、もう明日病院行きますから、だいぶ前のようにも感じますけれども、行きますからですね、駆け込むからですね、はい、なんか鎮痛剤とかもしね必要だったら、はい、言っていただきたい。はい、大丈夫ですか。まだ9位だから、はいはいはい、次次ってこれいいですよ。8位、8位、痛風の時意外と飲んでもいいかもしれない。これ間違ってたらあれだけど、痛風、8位、痛風の時飲んでもいいかもしれない。8位、ルルいやあのね、はい、ルル分かんないけどね、はい、ねなんだっけな、はいはい、なんかね体ねいいね、うん、やつ飲んじゃダメなやつあった、うん、あ、ダメなあった、なんだっけ、アクレラじゃない、なんかあの、はいはい、緑のさ、はいはい、物塊みたいな錠剤なんだよ。あー、なんだっけ、なんだっけあれ、ちょっと分かる人いなくなってしまうから、それダメだった。それこそさ、鎮痛でロキソニンってあるけど、うん、あれはその芸人グラップリングチームっていうんで試合出るときに、うん、寝技の試合ね、うん、その時に、それこそ野田の本間キットとかも一緒に出てくるんだけど、その時に先輩のバイセンタガイさんって格闘技プロレスの試合も実際出てる人が、うん、ロキソニンいいんだよって言って、関節痛とか柔らかくからって試合の日に飲むことを推奨してくれました。バリバリ食べてた。ヤジロベのセンズバリにロキソニンをバリバリ食べてたでしょ。ガリガリ君のモノマネしてる人なんてね、まあ、ちょっとバリバリ食ってても全然あり得るかなっていう感じはするんですけれども、第7位、うん、モカ、ね、カタカナでモカ、モカ、あ、やっぱね、コーヒーとかね、カフェモカ、カフェモカ、まあ、色でしょうね、あ、そうで、茶色か、うん、これもいいですよ、第6位、色で呼ぶってどうかと思いますけどね。いや、ね、いや、ちょっと日本人の差別意識が、いや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 、かもしれないんで、ちょっと僕は声を上げようかな。そうです、そうです、イエローモンキー、関係ないですから、いやいや、関係ない、もう第6位、はい、きなこきなこかわいいね。きなこはちょっとかわいいな。こなきだったらちょっとあれだけど、はい、ジジイだけど、きなこはちょっとかわいいかもしれないな。あれ、粉きじいときなこじいで分かんなくなってる時なかった？俺結構あったんですよね、実は。いや、分かんないだろ。じって俺字面に覚えちゃうからさ、ビービー泣いてるから、はいはいはい、じじいに泣いとんか言ってたの。あれ、鬼太郎のさ、はい、アマプラかなんかでやってるよな、スピンオフじゃん、新しいやつ、あれね、ネットフリか、はい、やってますね、やってますね、はい、ありますよ。しかも新しいっぽいやつな、鬼太郎の誕生秘話みたいなやつか、はい、なんか昔あったやつのはじゃない、うん、やってるんじゃないですか、はい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 、のあれか、はい、リバイバル、あ、でも、あ、そうか、リメイクみたいなやつ、はいはいはい、何やかんやで見てないですね、
筋肉マンもそんな感じか。筋肉マンはね、新しい話じゃないでしょ、あれ。あれ新しい話になってたの。ちょっとびっくりした。俺は二世のあそこかなと思ったら吉野家出てくるんですか。え、もう一回1話からやるってこと。1話からじゃなくて、うん、その7人の王子のね、はいはい、王位継承戦が終わった後をやってます。だから今漫画で単行本続いてるじゃん。そういう感じなんだ。多分それだと思う。俺そっちちょっとね見てないんです。はい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 、僕はもう面白そうですね。アニメでやるんだよね。やってます、うん、やってんだね、うん、やってます、うん、第5位、はい、ベル。カタカナでベル。あ、ベルのね、ジンニスカンのタレでベル出してるんですけど、ね、すごい美味しいんですよ。あ、そうですか。ベルのジンニスカンのタレは美味しいです。メーカーの名前ですか。メーカーの名前、ベル。へ、これは最強です。ベルマーク集めてもらえるやつじゃないですか。はい、違うんですね。もうね、みんなどぎも抜く味をしてます。美味しくて。あ、そうですか、はい、一番美味しい。あれゴリゴリの日本人のイケイケのお姉さん、はい、ピアスとかすごい開いてる人が握手するときに、うん、私イザベルって言ってるの見たことあります。リアルで。誰ですかそれは。お前はイザベルじゃないだろって思ったんですよね。なんかハンドルネームなんですかね。なんか言い聞かせんでしょうね。今度はでも違うか。そういう可能性もあるから。イザベル外国の人だから、うん、僕らに言ってるんじゃなくて、うん、自分自身にも言ってるから声が大きくなる。いやいやいや、そういう名前だったかもしれないよ。ことがあると思います僕は。そうですか、はい、ベネを探して俺がいましたけどね。ベネ、イザベルって言われて。なんかイザベルとベネ。ベネ、いたまりましたね。なんて番組、ジャスト2時のワイドショーによく出てたイザベルとベネって外国人の女性コンビで、黒人と白人の女性コンビで、いたね、外国の。だけどどっちも日本語が上手くて漫才がめっちゃ上手いみたいな。それこそ俺の思ったエンタの神様とか出なかった。出たはず。で、出てたよね。音楽は勝てなかったけど、イザベルとベネはなんか出てたね。で、そのタレントとして売れてたわけよ。イザベルとベネが今何やってるかみたいのを、パックンが詳しかったはず。やっぱ境界があるんでしょ。パックンがさ、あれ言ったかな、これ俺藤井ページさんとやってる YouTube あるんだけどさ、藤井ページさんが辞めた芸人の話を聞こうってあるんじゃん。 あ、 じゃあ、ね、はい、あれが辞めてない芸人でも聞いたりするんだよ、同世代の芸人。はいはいはい、でパックンの、うん、音バトの戦友みたいな感じで、うん、お笑いの話を中心にするパックンってすげえ新鮮だよ。あ、確かにね。そんで確かにね、20年か30年の付き合いなのに、うん、え、藤井さんと吉本じゃないのって驚いてた。嘘だ、嘘だ、あ、そうなんだって言ってた。言ってた、うん。いや、それ藤井さん嘘ついてそうな。いや、そんなことない、嘘つかないんですよ。そんなことないです。まあ、元吉本、元吉本ね、大阪のね。あ、それを 見てほしい。お笑いし好きな人はね、俺結構いいと思う、あれ。なるほど、うん。第4位、まあ、これ聞いてる人は見てんじゃない。見てるかも、うん、ここたどり着く人は大体見てる。前も言ったけど、そのこのチャンネルを見てる人がよく見るチャンネルっていうのをなんか見れて一回、うん、やっぱりあれだった、新藤辰巳のゴミラジオとかニューヨークのニューラジオとか、うん、もうやっぱ俺が思ってる以上にお笑いチャンネルの人が多かった。なるほどね、うん、もっとね経済界とかね。経済、いやいや、ね、そういう話してないから、もっと玉神さんとかで見てもらう、ね、いやいやいや、まあまあ石丸慎二さんの漫才やったらもう即4件もうダメ出しのコメントが来てくる。言われたから見たらなんか俺のこと陰キャって書いてるけど今更かいと。あったね、なんかね。私はもう君は見てないだろ普段と。いや、もったいないんじゃない、パッと見かっこいいのに。あ、もうしょうがない、それしょうがない、もうそれはしょうがないよ。パッと見、パッと見、パッと見パズルチさん。俺だって同期の芸人にエル歌舞伎組んだすぐの時に、何お前鼻のある相方で売れようとしてんのって言われたの。くっくんなじゃん。やっぱな。それがね、森山や間口って元言ったね、うん、あれだ、カジサックさんのねカメラマンやってる人のだったかな、それ言われたのだったような気が。いや、その人もめっちゃかっこいいんだけどね。その人は今、表も出て、でカジサックさんのカメラマンっていうことに人気があって、うん、自分のゲームチャンネルかなんかも人気ある。おお、なるほど。あ、なんか、あ、いや、俺見たことあるんだ。てかさ、そういう流れになってんだね。そのさ、うん、朝倉未来チャンネルのスタッフが人気になるとかさ、みたいな。今そんな感じじゃない。まああるね。昔でいうバーターがそこに行ってんの。きたーね、確かにね。うん、あ、はいはい、ね、やっぱスタッフが出たがりっていうのはあるんだね。いやいや、違います、そういうことじゃない。それもほら、ボブ兄さんとかじゃない。ヤンエンからのボブ兄さん出されてたか。出されてたか。あ、そうだ、ボブ兄さんは出されてたもん。今見てみようよ、もうハラスメントぐらい出されてる。確かに、うん、ウキウキしてる絵が思い出せない。なんか無理やり連れてこられて、確かに、うん、
なんなら叩かれてたよそんなことないかどこだったかなね、あ今見たら佐野アナウンサーも辛口なのかもしれないな。佐野瑞希アナウンサー、うん、かもしれないな。伊藤アナは、あ伊藤アナはあれ富士のバラエティー班だからでしょ、うん、佐野アナはその後ニューヨークかどこ行ってますからね。あのあそうなの、今フジテレビじゃないの。いやいやその後ね、あそうなの、戻ってきてると思う。あのザ漫才の決勝の司会やったのが佐野瑞希さん で、うん、でその時に俺らが漫才でやったのが、うん、ザ漫才で、うん、いやちょっと滑ってましたね佐野瑞希です、いや芸人じゃねえよみたいな、あ、はい、ああいうの応援できないですよ今、みんながテレビしっかりさ、こんなの見たくねえよってとこも我慢して見るっていうのが、うん、M12001 の DJ 赤坂とかみんな飛ばしちゃうから今、まあ、飛ばしちゃうからね。佐野瑞希アナ、うん、やりたいな、うん、カルベアナのな目覚ましのとか、もうだってもう、うん、ねえ大塚さんね、俺ら大塚さんだもんな、知らない人もいるだろうしな、うん、あ、そうかもね、うん、まあいいよ、いいですか。で、第3位、犬の名前第1位は、ね、猫です、猫の名前、まだ行くの、猫の名前第3位、もういいよ第4位がラテ、言った、モカじゃなかったその前、ね、モカが7位で、4位がラテで、3位がレオはい、で、これがあ、レオか、家入りみたいなね、家入りレオね、家入りレオだよね、そうそう、芸人のレオちゃんさんがなんで改名したかっていうと、レオちゃんでエゴさせても家入りレオしか出てこないと。あ、なるほど、多分そんなだったと思うんだよ、それでギャバホイさん、ギャバホイと、うん、改名したわけです。なるほどね、すごいよな、森本レオじゃないでも家入りレオなんだよな、まあそうだよ家入りだ、俺もすぐ家入りでが出てきましたよ森本じゃないんだ、森本じゃないですよ、ダメですよ。森本レオさんは現役ですか今、パーシーってまだ言ってんの。いや、それやってねえだろ、もう。え、声違うだよ。パーシーってまだ言ってんの。なんでパーシーだよ、最初。機関車トーマスの。知らないよ。なんか、友達の一人だろ。友達が、なんか友達っぽいやつ。どれから友達のあれだろ。なんか顔が大きいことしか知らない。いや、それ全員そうなんだ。大体そうなんだ。第2位。第2位なんですか。ルナ。ルナちょっとセクシー感ありますよ。いや、うん、それこそあれじゃないの、うん、セーラームーンから脈々と続いてますね。 あれ確かルナじゃん、ダンクの猫正解ですか。下月ルナさんから撮ってるから、ね、あのなるほどね、下月ルナさんってセクシー女優なのかな、ちょっと見てみようかな。ああ、いいな、なんかそういう頭に乗ってなかった。あ、普通話題になったら一回見るんだけど俺大体っていう、はい、あ、ないですよ、ちょっと見、あ、はいはい、そういうのはなかったもんね。確かにね、一時、うん、ドンファンの嫁はすごいね、あら昔調べられてましたもんね。あれ東野さんはなんか共演したんだっけ、これあるんだっけ。東野さんが共演じゃなくて、東野さんはなぜか家に行ったっていう話をしました。そして家に行ったらなぜか外を見たら、うん、人がゴロゴロ集まってんなと思って見たら、そこが全員報道陣だったっつって。友達ってこと、知り合い、なんかあれじゃないの、面白い人に会いに行ってんだね。あ、なんかインタビューみたいな感じで、そう、なんかバッティングしちゃったんだから。東の VS を取り行ったんですか。だめか、分からんけどでもそういうことなのかな。じゃそこら辺のちょっとね、詳しい経緯は覚えてないけど、たまたまそれでそう、外見たら人集まってると思ったらその事件だったっていう。なんか玉袋さんが MX の番組でドンファンの家にいた家政婦、まあ、いい熟女だなと思ってさ、モザイクから見えるそのエクロンの足がつてさ、あの嫁じゃなくて家政婦の方言ってたからびっくりしてさ、なんかそっちに注目してる。あれね、だから銀座じゃないけど六本木は分かんないけど、どっかのママになったんだよな、その子と家政婦の人。そうそう、今どうなってるか知らんけど、確かそんな情報は、はい、はい、風の噂は言うことですか、うん、第1位、はい、これ猫も犬も一緒なんです。あ、どうですか今まで聞いてきて、はい、まあ、見当つきますか、まあ、2文字なんでしょうね。あ、合ってるかもしれないです、これえ、わかります、第1位、犬も猫も。あ、犬も猫も、はい、ブチブチブチ、正解は、うん、麦母音は合ってましたねおいおい、ブチはあれでしょ、昔連れて帰った野良犬につけるじゃんブチじゃないんだよ、ブッチ本とかね。野良犬ってなんかメディアによってはダメなんだって今。なんで？松村邦洋さん情報なんだけど、うん、地域犬と言ってくれと待ってくださいよと、
野良犬っていうのは雑草魂、這い上がってくるって意味があるんです。野良犬なんですよ。そう、野良犬軍団とかな。熱く語ってました、ね、T プロデューサーとのラジオで。その地域犬って何？俺地域犬って言ってるから、これから野良犬のこと。なんかあれだな、生殖強いな、地域犬はな。殺処分とかそういう話になってきてあれじゃない、イメージ悪いからじゃない、地域犬ならやっちゃっていい。でも松村さんは好きだからね、俺らがラジオの大会で優勝した時に野武士のようなやつ、野ざらしの人が好きなんですよ。野が好きだから。あと地域、うん、地域、あの人だから野球も好きだしな、はい、あ、そう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 、やとか野とか、だからさ、俺らがよくライブ出してもらったさ、落語家になった元キックのチャンピオンの小林聡さん、はい、キャッチコピー野良犬ですよ。野良犬、もう今は地域犬ですよ。今だったら地域犬なんか可愛いな。俺勝てそうだろ。地域犬小林さん、地域犬っつって、地域犬小林聡に俺勝てそう。舐めてかかったらめちゃめちゃローキック強い。地域犬小林聡は勝てそうだな。野良犬小林聡は勝てないと思うけど。野良犬感すごいでしょ、小林聡さんの。かっこいいからね。俺無理だと思うな。ねえ、いけるわ。地域犬だもんね。地域犬には勝てるわね。保護犬はものすごいこう、あのかなんてたくさんこう飼ってる坂上忍さんが誰よりも野良犬みたいな這い上がり方してたっていうのはありますけどね。綺麗に綺麗に上がってて、綺麗汚かった。俺風化させないけど、バイキング第1回は観覧の客立たせて、はい、ブスの皆さん座ってくださいって言ったの。その時に俺感動したんだから芸人がいたと思って。何かと戦ってる芸人がいたですかということでございます。ということで、まあちょっとね、新宿の警察も動き出したけど、はい、ここで終わりになってます。エル歌舞伎の60分漫才の単独ライブはかぶってんじゃねえか。明日まで配信やってるということで、はい、ぜひ、お願いします。これも緊急なんで、皆さん皆さん買ってください。このサイレンの中の告知を皆さん、はい、ぜひ大事にしてくださってください。ちょっと追っ手があるんで、はい、俺らここまで置いとましますか。はい、といったらこれまたお聞きなさってください。お願いします。